は機械学習ではありません。私の専門はプログラムの最適化、それから、その他の言語処理系に関する技術で、私は機械学習のユーザーですね。機械学習そのものを研究しているわけじゃなくて、機械学習を使うの手法を使って、プログラムを解析する、で高速化に役立てるという方法で、使っていますので、ですのであの、あんまり最先端なことは機械学習については分かっていない可能性がありますので、分かっている人が多分いると思うので、ぜひあの補足していただければと思います。はい、初めにですね、この回についてですが、パターン認識と機械学習、流行っていますね、これの基礎を、勉強します。基本的な微積分、線形代数、確率総計の知識を前提としますということなんですけども、大学の学部で習うぐらいの線形代数、微積分と確率総計は知っててほしいなということですね。各種重要な公式や定理なんかはですね、その都度、書いていきますけど、そこを深くちょっと掘り下げて解説するということはちょっとできませんので、よろしくお願いします。ただ質問があったらどんどん言っていただければ、その場で解説をしたいと思います。それから、資料中のサンプルコードですが、主に Python で書こうと思います。これはちょっと私今まで機械学習に Python 使ったことないんですけど、試しに使ってみようかなということで使います。NumPy というライブラリと SciPy というライブラリと Matplotlib という、ライブラリを、サンプルコードでは使っています。ですので、ぜひインストールしていただければ動かせるかなと思います。Python なんですけども、SciPy ですね、 SciPy なんですがバージョン 0.13 以上じゃないと動かない、サンプルコード、0.13 以上じゃなきゃ動かないはずです。確か、ですので私のマシンの、パッケージは 0.10 だったので最初動かなかったので無理やり開発版をインストールしているのを動かしていますので皆さんよろしくお願いします。はい、でそれから、数式の記号についてですけれども、大体、普通の記号を使います。列ベクトルはボールド体の小文字、行列はボールド体の大文字で表すとですね。それから行ベクトルは列ベクトルの点値で表します。右に t を表して点値を表しますので、基本的にもうベクトルは全部列ベクトルを前提とします。これからプログラム書くときはプログラムってどっちかというと行ベクトルが前提のことが多いので混乱しやすいんですが、教科書は列ベクトルが多いと思いますので、そちらに習います。それから成分ですね。成分は、対応する非ボールド体の文字に相位字をつけて表しますね。だから、ベクトル A の代替成分は、非ボールド体の A に I ですね。そんな感じで表します。でそれから相位字は、0から数える場合もあれば1から数える場合もありますので、そこは文脈で分かってくださいですね。それから0ベクトルは0、0行列は O、単行列は I と表しますね。今後特に断りなくこれの記号は利用します。はい、では、じゃあ第1回の内容ですが、第1回ということなんでイントロダクション、ですね、あんまり、個別の技術に入り込まないで、ざっと、パターン認識とはどんなものかということを、見ていきたいと思います。パターン認識、機械学習とは一体どのような技術であるのか、ですね、行きましょう。まずパターン認識とは一体何かということですね。パターン認識とは、広い意味で言うと人間が行っているような認知活動を工学的に実現するというのがパターン、認識であると言えますね。別に、私が今ここを見て何人いるなとかですね、誰々さんがいるなとかっていうのが分かる。これはパターンを認識していると。人というパターンで誰々さんというパターンを認識している。皆さんがこの資料を読めるのは文字というパターンを認識しているから読めるし、私の話が聞こえるのは音声パターンを認識しているから聞こえるわけ、意味が分かるわけですね。広く言えば、パターン認識というのは人間が行っているありとあらゆる認知活動を工学的に機械で、実現するということを目指している、分野ですね。とはいっても広すぎるのでもうちょっと問題をポイント絞ってやっていくんですけれども、
広くはそういう、こと大きくはそういうことが目標にあります。でパターン認識の技術っていうのは、身近なところでですね、しょっちゅう見かけることがあるんじゃないかなと思います。例えば、画像の認識だと、まあ、デジカメの顔、認識ですね、人の顔を認識してそこだけはちょっと明るくするとか、そういう、ピントを合わせるとかですね、そういう。それからあとは例えば、郵便の自動仕分け、郵便番号を自動的に読んで勝手にダダダダダと仕分けて、くれる。これはまあ画像は画像でも文字の認識になりますね。文字認識というものですね。それからあとはもう Google の画像検索なんていうものもありますが、まあ、あれは信じられない技術ですね。単語を入れたら、それ関係あるであろう画像が出てくるというものですね。まあ、もちろんこれは Google の画像検索は画像認識以外に、HTML 文章の前後のテキストとかも読んでたりするので、これを画像認識と言っていいかというと、まあ、それだけじゃないですけども、まあ、それに近い試みはもちろん行われているかもしれないですね。それから音声ですね。スマートフォンの音声入力、例えば Siri のようなもの、これも最近精度がすごく良くなっていますね。それからあとは例えば、コールセンターなんていいますね。コールセンター、銀行のコールセンターなんていうのは1日大量に電話が来ますので、それにいちいち人が答えたらやってられないので、自動で応答してくれるというものですね。ありますね。あとは何だろう、株の売買とかですね、そういうのも人がつないでたら、タイミング逃してるから機械でやってくれたりとかしますよね。そういう、音声の認識ですね。それから文字の認識ですね。例えばメールのフィルタリングをしてくれると、スパムメールであるか、そうじゃない通常のメールであるか、単語を価値化してですね、その中身を、解析してるんですね。それから、テキストの検索ですね。テキストのあとは分類ですね。そういった技術ですね。それからあとは、モーション情報ですね。モーションと書いてますが、まあ、これは、運動ですね。センサーで、検知した、運動情報ですね。例えばスマートフォンを落としたとかって時に、重力加速器が、スマートフォンはやってないのかな、例えばパソコンを落とした時に、自動的にハードディスクが壊れないように退避を行うとかしますよね。ああいうのは、すごく小さなレベルでの、モーションの認識、今私落ちているという認識しているわけですね。ああいうのだったら、学習はしなくても、もちろん決め打ちで作っているわけですが、あとは、タッチパネルのようなものはジェスチャーでですね、入力ができます。それからあとはゲーム機のインターフェースで、例えば、Wii みたいなもの、とか Kinect みたいなものとか、ああいうのは、もちろんあれは、赤外線センサーによる、モーションの、データの他にもちろん画像の解析とかいろんなものを組み合わせているわけですが、そういったものですね、などなどですね、上げればキリがない、ほど、パターン認識の技術は、世の中で使われて、います。今後ですね、もっと、この分野は発展していくだろうと思います。それは要するに計算機の能力の向上が、技術に追いついてきたというところがありますね。一昔前はとても計算機じゃできない、こんなアルゴリズムというアルゴリズムが、最近はできるようになってきたということが挙げられますし、それからあとはいろんなデバイスが、安価にやってきました。でも誰でも今スマートフォンを持ち歩いて、スマートフォンにはカメラもついてるし、いろんなセンサーもついてるしというものですね。そういうものをじゃあどうやってうまく使うかというときに、パターン認識の技術、必要になってくるかなと思いますね。はい、ということで、パターン認識では、いろんなこと、人間がやってるようなことを機械に代替させるということを、目指しているわけですね。で、ただ、その中で、それを、包括するして議論するのは、ごちゃごちゃになるんで、最も基本的なパターン認識の形というのはどういうものかっていうと、データがインプットであって、それをそのデータが表しているものの、属すクラスに分類する、クラスとか、カテゴリーに分類する、これが最も基本的な機能、パターン認識の処理であります。例えば、画像データの分類なんていうものの時に、例えば画像データを見て、あ、風車の画像だ、
ていうふうに、インプットに対して、まあ、クラス、カテゴリーですね、これを割り当てるです、ね、あ、人の顔だとか、猫の写真だとか、そういうことですね、そういうデータにカテゴリーを割り当てる。まあ、これは画像ですけども、音声なんかでももちろん同じですね。今、あと発音したとか、なんとかという単語を発音した。これも、まあ、要するに、まあ、理想的な量はみんなカテゴリーと、まあ、見なすことができますから、まあ、この業態の一つになりますね。これはですね、パターン認識といった場合は、この種類の処理を指すということにします。要するに、パターン認識というのは、インプットに対して何らかの、クラスを割り当てる。クラスを割り当てると。カテゴリーを割り当てる処理ですね。だから例えば、例えばその、顔画像認識みたいなやつっていうのは、あれは、このパターンじゃないわけですね。顔画像認識みたいなやつっていうのは、どこどこに、誰々の顔がこういう傾きでこういうサイズであると。誰々ののはないか。まあ、どこどこに人の顔があるという、どこどこという、情報がまあついてくるわけですけども、まあ、そういうのはもちろんこういう基本的な技術の組み合わせでできるわけですね。その画像のある範囲を切り出したときにそれが人か人じゃないかというのを、この手法で判別してスキャンすると。まあ、などですね、まあ、去年このパターンの要するにそのデータにカテゴリーを割り当てるというのが最も基本になって、これを組み合わせて複雑なことが行われるということですね。質問があったらどんどん言ってください。よろしいですね。はい。数学的に言うと、まず入力データの、まあ、ドメインが、O が、ありますと。まあ、入力データのドメインというのは、まあ、例えば、音声入力だったら、まあ、何秒間の音声入力全体とか、そういう、ドメインですね。集合ですね。でそれから、クラスの集合、別に識別の、その出力ですね。クラスの集合があって、でまあ、これはもちろん無限項の場合もありえますね。に対して、各データにクラスを割り当てる関数ですね。入力データが与えられたらクラスをどれか出力する関数で、まあ、できるだけ誤りがないものですね。できるだけ正確なものを構築するということが、目標になります。で、まあ、できるだけ余りがないというのが一体どういう意味かということに関しては、まあ、これはもちろん数学的に述べなきゃいけないわけで、来週のお話になるかなと思います。ですね、まあ、できるだけって言ってもいろんな基準があるわけですね。誤りって言ってもいろんな誤りの種類があるわけですね。まあ、いずれにせよ簡単に言うとこういうことです。さて、で、機械学習じゃなくてパターン認識の難しい部分って一体どこなのかっていうと、一般に入力データのドメインっていうのは非常に高次元の、空間であるということですね。例えば先ほどの、まあ、風車の画像を見てみますと、これは240ピクセル ×320 ピクセルという比較的小さな、まあ、あの画像ですね。まあ、中程度の画像ですね。で、今これは、スタンダード RGB なので、3チャンネルからなります。すると、3×240×320 バイトですね。ビット振動が8ですので、したがって、23万400個の数字からなると。この画像1個っていうのは23万個の数字からなると。いうことですね。23万個の数字。ですまあ、赤が0から255の、まあ、どこか。緑が0から255のどれか。青が0から255のどれか、この3つで1つの色、それが全てのピクセルにあるということですね。つまりこの画像は、まあ、あの私たちは画像って見てますけども、まあ、あの数学的に言えれば約23万次元、空間の点1点ということですね。23万次元の空間の1個の点であると。 いですか。いいですね。まあ、あの、もっと別の表現すれば、長さが約23万のベクトルだと思えばいいと。ベクトルだと思えばいいし、まあ、配列と思ってもいいわけですね。非常に高次元の空間であると。なかなかこういう高次元の空間をまあ扱うっていうのは、まあ、他の分野ではなかなかないですよね。パターン認識っていうところでは極めてこう高次元のデータが出てくるというのが特徴的かなと思います。
したがって、まあ、難しいところは一体どこなのかというと、もちろん識別の制度は避けたくないんですが、さっきのデータをそのまま取り扱うのはちょっと無理がある、識別の制度をできるだけ損なわずに、でも入力のデータの、まあ、次元を削っていく、要するにさっき23万次元あったやつを、まあ、できれば数十次元、まあ、せいぜい数百次元まで減らしたいということですね。いかに減らすかということが、重要になるわけですね。まあ、もちろん、減らすにも限界がある、あまり減らしすぎたら精度が下がってしまって結局検出ができなくなるということになるので、高次元の、まあ、データもう数百次元はしょうがないと、これ以上削れない、ちょっと高次元のデータを効率的に処理する、数学的な工夫であるとか、アルゴリズム的な工夫も、必要になっていきますね。まあ、ここら辺は非常に難しい部分になります。要するに、まあ、数学ではそんな、数学的には難しくないんだけど、いざ実装しようとなると、できないと。時間内に計算が終わらないというものが出来上がってしまう。ここが難しいところになるかなと思います。ではですね、パターン認識の、ざっとした流れをまず、ちょっと確認します。パターン認識は大きく3つのフェーズからなります。まず前処理、もしくは正規化、ノーマリゼーションと呼ばれる処理ですね。それから、特徴抽出とですね、特徴抽出、フィーチャーエクストラクションですかね、識別リコグニションとですね、この3つのフェーズから、なります。こんな感じですね。入力データ D があったら、それに前処理をかけて、その結果に特徴抽出を行って、特徴ベクトルというのはベクトルを得ますと。ベクトル。数字が並んだもの。ベクトルを得ますと。で、それをまあ何らかの識別機にかけてクラスを出力する。それぞれのフェーズで、何をしているかってもうちょっと詳しく見ると、まず前処理というフェーズでは、いらない、明らかにいらないものを捨てる。明らかにいらない情報を捨てるということですね。例えばまあ文字を認識するという、タスクを考えたときに、例えば A という文字があるわけですけども、この文字の種類を認識するときに、文字がどこに書いてあるか、その位置、大きさ、向き、色なんていうのは、ま、基本的には無関係であると。そうですね、赤だろうが黒だろうが文字が変わらないですね。まあ、もちろんこれはだから今 1文字ですね、1文字認識するならという話で、例えばこれが単語を連続する、まあ、文字列を解析するなら、まあ、位置ももちろん重要になってくるわけですが、1文字認識するんだったら、まあ、この位置とか大きさとかいらないんだから、そういうのは、まあ、ボックスにサイズを揃えたボックスにはめちゃってですね、大きさ揃えて、それから、まあ、色合いもですね、薄かったり濃かったりとか揃えて、そして、まあみんな同じ条件で解析がスタートできるということですね。まずこの明らかに不要な情報をどんどん削減するというフェーズが入ります。で、まあ、ここはまあそんなに難しくないというと、これは語弊がありますが、まあ、でも大体、まあ、もうやり方は確立されていることが多いかなと思いますね、分野ごと。その後、特徴抽出というものが行われます。要するに、まあ、この前処理で出たこれを、まあ、使えればベストなわけですね。これをインプットできればまあベストなんですけども、それでもやっぱり次元が高いので、識別に用いる特徴量を抽出してさらに次元を削減していくということになります。まあ、例えば今これは画像データ の特徴量というのは、まあ単純にはですね、ピクセルの画素値であると。で、まあ、次元が削減したいから、まあ、ちょっと文字が潰れない程度まで解像度を減らしていって、で各ピクセルの、画素値を順番に並べていくと。ここの左上は、まあ、真っ白だから0、真っ白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 0、黒のとこは1とかって、まあ、ただ 0から1までにするとか、まあ、ここから数字をバーッと順番に並べていくとベクトルになる。もちろん後で説明しますが、これはあまりいいやり方ではないんですけども、まあ、例えばこういうことというですね。いずれにせよ、そのデータをそのまま使えればもちろんいいんですけれども、
どうしても計算が、間に合わないとかですね、そういう場合、まあ対処するためにですね、特徴を抽出する。で、この特徴を抽出するときに本当に必要なものを捨てちゃうって捨てちゃうと一気に精度が下がるわけですから、まあ、ここは非常に難しい。本当に必要なものだけ抽出して、本当に重要なものだけ抽出して、そうでないものは捨てるというのを行うわけですね。で、これによってベクトルが出ますので、それを適当な識別器を使って、まあ、クラスに分ける、分類するということになります。まあ、これが、大きな流れで、もちろん実際にはここの中がさらに細かいフェーズに分かれることになります。パターン認識のその精度ですね、これに最も影響するのがやっぱ特徴抽出です。だと思います。まあ、データの形式、画像なのか、音声なのか、文字なのか、テキストなのか、それからデータが表しているものですね、データが表しているもの、例えば同じ音声データでも人が喋っている音声なのか、もしくは音楽なのか、とかですね、例えばそういったそのデータ、同じデータの種類でも表しているものが違うと、そういったものがですね、もし特徴をよく観察して、この、特徴抽出を設計する必要があります。ここが一番難しいところではないかなと思います。例えばですね、文字っていうのはあまり基本的には線でできているわけですね。文字っていうのは線をいくつか書いて出来上がるもので、それをピクセルに、やるっていうのはバカですよね。ここら辺がつながっているという情報がピクセルにばらしたら、まあ、消えるじゃないですか。そうですね、だからあんまり賢くなさそう。まあ、とりあえずも、まあ、もちろんこれでも結構解析できるんですけど、もっと賢い方法がありそうですね。特に今、次元を減らすという意味でいうと、このピクセル化っていうのは、やっぱこの文字が潰れないためには、まあ、ここもまあ、数十ピクセル、二、三十ピクセルぐらいはないといかんと。こっちもまあ、二、三十ピクセルぐらいはない、最低でもないといかんとなると、もうそれだけで 30×30 で900次元ですから、これはかなりの高次元になっちゃいますよね。だからまあ、あまりこれ賢くないですね。じゃあどうするかと。文字ってのは基本的に線でできてるんだと。線をいくつか組み合わせてできているんだということに注目すれば、こういうやり方を思いつくことができると。単純なセグメントからなるマスクをいくつか用意すると。例えばここの上側にコピー、ここの部分だけ調べる。ここの斜めのラインだけ調べる。ここの斜めのラインだけ調べる。ここの線だけ調べる。ここの線だけ調べる。とかいくつかずらーっと、まあ、数十個もしくは百数十個ずらーっとこうセグメントに分けていくと。そして、このマスクされたこの部分だけで、まあ、一度判定をすると。例えばこの部分、このマスクについては今この部分だけ見ると、まあ、ここだけちょっと黒いから、まあ、7% ぐらい黒い。例えばですね、これはすごい簡単な方法ですけど、2つ目のマスクは、まあ、こんな感じで、ここの全体に対して、まあ、12% 分ぐらいは黒いと。もちろん白い部分ももちろん、なんか取り入れてるわけですけど、ここがまあ 9%。ここが47%とか、まあ、そういった、形でこっちに数字が出てきますから、これを特徴ベクトルにするわけですね。そうするとこちらは、基本的にですね、文字ってのは線を集めてできているものだと、いうこと、のでですね、特にアルファベットなんてのは26個しかないですから、そんなにここたくさんいらないわけですね。そんなに大量に用意しなくていいわけですね。さっきのピクセルに分けたらもう簡単に1000次元にとか言っちゃうんですけど、こういう、まあ、マスクですねを使うやり方だと、まあ、数十次元とかで抑えちゃうということができます、ね。でこれはもちろんこれは今文字の、例でやってるんですけど、例えば人間の顔認識とかですね、そういったものでも使われているやり方になりますね。人間は目がここにこの辺りに目があって、この辺りに鼻があるから、ここら辺の明度はどうなるとかっていうマスクを作って、それでこう当てはめていくみたいなことをすると、効率的にですねデータを処理することができるわけですね。だからこのように特徴抽出っていうのは非常に重要です。非常にまあ面白い部分なんですが、ただですね、この勉強会では、基本的には一般的な話題のみを取り上げます。要するに今日は画像の解析の話をしますよ、来週は音声のやつやりますよってちょっとしんどいので、これはまあ皆さんのご専門があるでしょうから、その分野で、
のノウハウは私にはないですから、皆さんが勉強してください。この勉強会でやるのは一般的な話ですね。例えば主成分分析みたいなものですね。ああいったものはどんなデータに対する利用することができますし、そういったあの、一般的な、まあ、どんなものでも適用できる汎用的なものについてはですね、紹介、していきますし、まあ、あとは、まあ、一部もちろんあの、極めて重要なやつですね、パターン認識の歴史上重要なやつ、それさっきの顔認識のあのやつなんてすごく重要だったわけですが、まあ、そういうのももちろん紹介しますが、まあ、基本的には、あまり個別の分野ごとの細かい話はしていきません。一方でですね、識別のフェーズはこれは完全に数学の問題になります。まあ、数学特に、統計の問題になります。どういうことかというと、要するにもう私たちが持っている知識は使い尽くしたわけですね。要するにここの前処理して特徴抽出するというところまでで、もう人間の知能は使い果たしたと、知識は使い果たして、あとはもう分かんないと、あとはこの X にどんな規則性があるか分かんない。だって規則性、この X にどんな規則性があるか分かってるんだったらそこ抽出してよっていう話ですよね。もうこの X にはどんな規則性があるかもう去年は分かんないという情報で投げられてくるので、そしたらもうあとはもう分その分布データの分布を解析する統計学の問題になります、ね、ですからここはまあデータの種類に基本的にはよらずにですね、統一的に議論することができますので、まずは、一番重要な識別キーのですね、理論について、進めていきたいと思います。はい、ここまでのところで何か質問ありますでしょうか。よろしいですかね。じゃあ、パターン識別の手法で重要なものを、まず紹介していきます。でその数学的な背景とかは来週以降一個一個やっていきますが、今日はざっと、見ていくということにしますね。代表的な手法を紹介します。数学的な、話題ですね。またここら辺特に確率統計の知識がないと議論できないので、来週以降に回しますが、まずですね、ちょっと準備をすると特徴ベクトル、さっきも言いましたね、特徴抽出を行った結果出てきた数値のベクトルを特徴ベクトルと、言います。でこの特徴ベクトルっていうのは、まあ、N 個のデータが集まれば N 次元空間をなすということですね。 N 次元空間の点であるから、まあ特徴空間と、呼びます。まあ、これを、この空間をオメガと呼ぶことに、しましょう。そして識別キーといったら何かというと、識別キーというのはオメガ この空間の各点、その一点一点が音声情報だったり画像情報だったりするわけですが、その各点に、クラス C という、まあクラスの、集合があってですね、そのいずれかを割り当てると、そのラベルですね、 C1、C2、C3 いずれかのラベルを割り当てる関数ですね、ファイ、オメガから C への関数、これが識別キーであるということですね。そっか、皆さんちょっと書いてるから少しゆっくりしたほうがいいかな。資料はすぐアップロード後でします。終わり次第アップロードしてパーテイクのページに URL を載せて。で最初に最初にまずこの、視点を持つことが大事なんですが、これは一体どういうことかっていうと、識別キーを定めるのは一体どういうことかっていうと、特徴空間のオメガをいくつかの領域に分割する、領域に分割してラベルを振るということに他ならない、要するに各点にここはクラス1、ここはクラス2、ここはクラス3、各点にラベルを振るのが識別キーなわけですよね。ということは識別キーが定まると空間が分割されると、いくつかの領域に分割されるということになりますね。だからパターン認識という問題をこれ幾何学的に捉えるというのは非常に重要ですね。理解を、深めるために非常に重要ですか。その空間データ、特徴ベクトルの、空間をどのように分解していくかですね。でこれがもうこの分解方法さえはっきり決まっちゃえば、あとはどこに入っているかを見れば分かるわけですですね。ここに入っていればクラス1、ここに入っていればクラス2、じゃあどう分解するか。
で、これは非常に実は難しいわけですね。そもそも、この境界線をどう表現するか、この境界線を一体どのように表現するか、数式で表せるのかどうかですね。それから、まあ、そもそもどうやってこのクラスを決めていくのかということですね。非常に難しい。それから、まあ、ひとたび分割ができたとして、じゃここに入ってるっていうのをどうやって判定するのかということですね。分割がしたら終わりじゃなくて、その後新しいデータに対して判定を行わなきゃダメだから、新しいデータが例えばクラス2に入ってるということを一体どうやって、どうやって計算するのかということですね。そういうアルゴリズム的な問題も、あります。そこは非常に難しいわけですね。で、じゃどうするかですけど、まず最初に、特徴空間のここの分割が、まあ、基地の法則に従っているなら、まあ、それでおしまい。そうですね、その法則が分かってるんだったら、はい、それを実装してくださいと、はい、おしまいということになるんですが、さっきも言いましたように、もう法則が分かんないという状態ですね。前提だとすれば学習データですね。ここで学習につながるわけですが、学習データから識別器を構築するということになります。学習データってのは一体何かっていうと、学習データっていうのは、いくつかの、まあ、特徴とそのカテゴリー、その正解ですね、の組の集合からなります。例えば、はい、ここにここのデータはクラス1だよと、ここのデータはクラス1だよ、ここもクラス1だよと、これはクラス0ですよ、これはクラス0ですよ、これはクラス2ですよ、ここはクラス2ですよ、そういう、これは訓練用に与えられたデータですね。訓練用に与えられたデータ、これを学習データと、呼びます。で、まあ、これしかない、基本的にこれしかないという状態で、どうにかこうにか識別器を組み立てるということですね。それをまあ考えるわけです。あ、で、ここに書いてあるやつはですね、ここに、プログラムへのリンクがありますので、まあ、これで、画像を作っていますので、いじって遊びますので、まあ、ぜひ、いじってみてくださいね。まあ、いずれにせよ、こう終わったときに、まあ、私たちはもう見るからになんかここら辺にこういう境界があって、ここら辺にこういう境界がありそうって分かるんですけど、それを機械にどうやらせるかということですね。はい。で、まず代表的な手法で、一つ目はテンプレートマッチングというやつですね。これが一番、まあ、シンプルなやり方になりますね。テンプレートマッチングっていうのは、各クラスを一つの代表ベクトルで表現する。代表ベクトルで表現する。要するに、今ここの学習データ、これには、1,2,3,4,5,6,7,9,10 個、例えばここのクラス1には10個のデータがあるんですけども、10個のデータじゃなくて、これを1個のベクトルでどうにか表す、この分布というものですね。です、この場所にあるのはクラス1だ、この場所にあるのはクラス2だ、この場所はクラス0だっていうのをどうにか1個のベクトルで表す。まあ、そんな、まあ、単純に発想できるのは、ここのど真ん中にベクトルを取ると。ど真ん中に代表を取って、ここにど真ん中にベクトルを取って、こいつの周辺はクラス1だと。で、ここに取ってこいつの周辺はクラス2だと。ここに取ってこいつの周辺はクラス0だと。にするのが、まあ、簡単ですね。ということで、まあ、いずれにせよ代表ベクトルっていうのをまず決めて、で、それと入力の、まあ、距離ですね。何らかの距離によって、クラスを決定する方法ですね。これを、テンプレートマッチングと、呼びます。まあ、実装も簡単ですし、まあ、一番やりやすい、し、まあ、効率も、まあ、やり方ですね。で、最も単純な、まあ、何らかの距離って言ってるんですけど、最も単純なやり方は、入力 X と、それから代表ベクトル、μ の距離をユークリッド距離で測ると。ユークリッド距離。まあ、ユークリッド距離ってつまり、2乗和の、2乗和のルートの2乗、まあ、ユークリッド距離の2乗だから、結局2乗和。各成分の2乗和。ね、各成分の2乗和で測ると。まあ、2乗してもその代償変わらないですから。ですね、各成分の、要するに引き算したやつの2乗和で測ると。そこは3平方の定理ですね。そうですね、底辺の2乗足す高さ2乗は、斜辺2乗になりますよね。それの、まあ、N 次元版ですよね。大丈夫ですね。2乗は。まあ、ベクトルで書くと、まあ、こういうふうに書けるわけですよね。これで、測るというのが最もシンプルでしょうと。
例えば、まあ、代表ベクトルがこんな風になっている。こんな風に分割されると。例えばこの点に一番近いのはクラス、この点だからここはクラス0。この点に一番近いのはクラス1だからここはクラス1。ここに一番近いのはこいつだからここはクラス3。っていうふうに一番近いところを見つけてそこに、そいつに分類するという方法ですね。こんな感じで領域が分割されます。これはまあ、見たことがあるかもしれませんね。ボロノイ分割と呼ばれる分割ですね。ボロノイ分割と呼ばれます。でまあ、ボロノイ分割っていうのは実装はそこそこ面倒くさいですけども、サイパイには入ってる、入ってるので、それを使ってこれは書いて言います。もちろん効率はあまり良くないんで自分で良くなくはない、少し良くなくはない、結構いいライブラリを使ってるから、まあいいですよ。ボロノイ分割というものを行っておくとですね、あとはどこに入ってるかというのは結構簡単に、分かるわけですね。これがまあテンプレートマッチングという言い方で、ね、じゃあその代表ベクトルはどう決定するかということなんですが、もちろんこれも複数の方法がありますけども、まあ、最も単純な方法は同じクラスに属すやつらの特徴ベクトルの重心を取ると、全部足して数で割る重心を代表ベクトルとすると、まあ、つまり、例えばここら辺緑だったらこの緑のやつ全部足し算して、10で割るとここら辺に来ると、まあ、これが一番シンプルな方法かなと思いますね。もちろんここは、いくらでも改善の仕方はあるわけなので、ね、こういうところをよく、実際は考えていただきたいところなわけです。例えば、例えばこの、学習用データに関しても、もうこいつはもう絶対に正しい自信がある。こいつはちょっともしかしたら間違ってるかもしれないとかっていう、そういう、まあ、なんていうかなんか、学習データにも、まあ、ばらつきがある場合っていうのがあるわけですね。要するに こいつはもう誰がどう見たって誰がどう見たって何だろう、まあ、例えばまあ猫だと、こいつはまあ猫だと、誰がどう見たって猫だと 100% 猫だと、この画像は何か動物で猫っぽいけどでもよく分かんないみたいなものもあるかもしれないですね。そういう時には、まあ、重みをつけるっていうのも一つのやり方ですね。要するに、こいつはもう絶対、このカテゴリーだ。こいつはもしかしたら外れてるかもしれないけど、まあ、こっちの可能性が高いとかっていう場合、重みをつけて重心を取るというやり方とかですね。まあ、いろんな方法が考えられます。例えば、まあ、あまり大きく外れすぎて、この赤いこいつだけ外して、こいつらで重心を取るとかですね。やり方はいくらでもあるわけですが、まあ、いずれにせよどうにかこうにか決める。まあ、単純な方は同じクラスに属するやつを中心に取ったということですね。例えばまあこのデータに対して重心がこう決まるわけですね。この黄色い点ですね、これがクラス1の代表ベクトルで、これに従って、ボロノイ分割を行うとこのように分解されて、であとはまあ、あとはこの赤とか緑は全部捨てて、この黄色3つの点だけ中で持っておけば一番近いのを探してそこのクラスってしちゃえばいいわけですね。ですね。まあまあ、よく分離できます。まあ、ここからはちょっとまあ微妙にもちろんずれてるわけですけども、もちろんこういうのはやっぱり気に食わないんですよね。そのためにもちろんもっといいやり方があるわけですが、まあ、いずれにせよこうやってやるわけです。ここは何か質問ありますか？よろしい？よろしいですか？これはもうすぐ実装できそうですね。ぜひやってみてくださいね。あ、そうそう、これ私そう前これの前のシリーズの勉強会で手書き